奇跡こそダイヤモンド。
皆様、本日はようこそハウステンボスへお越しくださいました。ハウステンボス歌劇団チームウィングでございます。私たち歌劇団はただいまチームブルーローズ、チームシャイン、チームフラワー、チームハート、チームハピネス、そして私たちチームウィングの6チームで構成されております。ここハウステンボス内にございますハウステンボス歌劇大劇場、そして福岡県福岡市東区にございます歌劇ザ・レビューシアター、こちらの2カ所を拠点に公演を行っております。1回1回の公演に心を、そして魂を込めてお届けしてまいります。今後ともハウステンボス歌劇団もどうぞよろしくお願いいたします。ここで皆様に私たちハウステンボス歌劇団の公演のご案内をさせていただきます。ここハウステンボスではあちらにございます観覧車の近くにハウステンボス歌劇大劇場がございます。ただいまこちらの大劇場では私たちチームウィング、そしてブルーローズのトップスターゆうやさんをお招きいたしまして、羽ばたけ悠久の空高くを公演中でございます。さらに悠木誠さん率いますチームハピネスによるデビューショー心を染める虹色の夢ハピネスも公演中でございます。そして場所を移しまして福岡県にございます歌劇座レビューシアターでは、セーラソラさん率いますチームシャイによる情熱のカルメンより愛に富む永遠にデビューショー空に光を放てを公演中でございます。そしてこの後16時50分からはハウステンボス歌劇大劇場にて私たちチームウィングによります羽ばたけ悠久の空高くとなっております。ぜひ皆様どちらの公演にも足をお運びいただきまして、私たちと一緒にライブ歌劇の世界をお楽しみいただけましたら嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。ここで皆様にお知らせがございます。今月1月27日ホテルヨーロッパレンブラントホールにてスペシャルティーパーティーを開催いたします。こちらのティーパーティーには私たちハウステンボス歌劇団の魅力あふれる若手男役メンバーが心を込めてフレッシュにお届けいたします。こちらのティーパーティーはチームハピネスのトップスター悠木誠さんが構成演出を担当されております。ぜひ皆様のご参加心よりお待ちいたしております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後にハウステンボスのテーマ曲夢の扉をお届けいたします。ミュージックスタート本日は誠にありがとうございました。